ました。Bニュースをお伝えします。信じられない事件です。昨日正午過ぎ、道で通行人が次々と転倒するという不可思議な事件がありました。唯一の目撃者の GTRR36氏はバナナ、バナナと言い残して今も意識不明です。被害者の小泉花吉はこんなに連続して事故が起こるなんてと驚きを隠せない様子でした。マジのみーに聞きました。知らな人もいるんですね。それで何か商売できないかな。はい、10時のみーニュース藤原がお伝えしました。